道を行くの。バカめ、世界にはわしら以上の蹴鞠の達人がゴロゴロおるわ。貴様も十日一の弓取りならば日の本を制し世界へ飛び出してみよう。世界、今川義元は街道一の弓取りと呼ばれる名将である。芸能にも通じ、特に蹴鞠に関しては並び立つ者がいない。しかし時は乱世、義元の相手が務まる者などそうそういるはずもない。蹴鞠仲間のいない義元は日々悲しみに暮れていた。そこに転機が訪れる。伊達政宗と立花宗茂である。二人は言った。日の元に相手がいなければ世界へ行け。義元の目が輝き始めた。まずは東海一の蹴鞠人となるため尾張の織田信長に挑んだ。世界、なんと雅な響きかの。第一話、桶狭間蹴鞠戦。世界がマロを待っておるの。今川軍の動きを読み、一瞬を仕掛けてきたが、信長、侮れぬ。奴に今川の力を削がれてはまずい。吉本、華麗なる前騒ぎ、奇襲部隊に利用せよ。まずは、世界を目指すの。まずは、助殿に蹴鞠の技を見せつけるな。
まり人と蹴まりたいの。放っておくとどこまでもかけていくぞ彼。わ、分かっておる。全軍続け。進め。信長は自陣にこもっているようだ。先に手下から倒して圧力をかけてみよう。
つな蹴鞠の目して蹴るかの挑発か。あっさりと門が開いたか。嫌な予感がするな。かかったぞ。それ今だ。の相手がワンサがいるな。これもうつけ殿の思考可能なんでそんなに笑っとられるんじゃ。敵将を蹴落してやったの。改まって
女子との蹴鞠もまた風流じゃの。進め！の蹴鞠に日の本一、いや世界一となるまで賭けよ。おお、うつけ殿、分かってくれて嬉しいな。決めたの。うつけ殿もマロと共に賭けようの。戦場や桜散りゆき糸あわれ